管理委員は、党の幻想が、改元26年に設けた、管理学士院がその起源で、当代中期以降、主に詔書の起草に当たった役所のことを言う。現代には、国士院と統合されて、管理国士院と呼ばれていたが、秋代には急に服した。大順では、公文館と呼ばれた。新代では、いわば皇帝直属の秘書室となり、書物の編纂。 小直の寄贈などを行った。著祭の地とも言われ、優位な人材を確保し、勉強や実務の見習いをさせ、必要がある時に中央官庁や地方の要職に任命する。学問や政治の最高の人材が揃うという共通点もあり、アカデミーの役語としても使われることがある。過去の電子に合格した者のうち、第一位の上限は、管理員、おさむせん。 第2位の傍観と第3位の単価は第1項と称され、管理委員編集という初期に無条件で採用されるが、その他のものは、管理委員主催の朝考えの試験結果によって、初期都市に認じられて、管理委員に残ることができる。朝考えの出題は時代によって異なるが、論、ことの理、死、その4代が出ることが多い。紳士といえども、 第一項の3名と初期通信以外は管理員を出て内外の役職に任じられ、その多くは地方官に任じられていたが、すぐに地方に出てしまうとその後の出世が困難になるので、誰もが管理員に残ることを希望したという。モンゴル帝国にはすでにウイッル人による必ずトワカと呼ばれる管理員と同じ役目を果たす役所が存在したため、管理員を置く理由がなかった。 そのため、中国歴代王朝にあった、官臨委員高に尽力した、大三子は、ウイグルにはなかった、政治編さを口実として、官臨委員高を首雷勘案に進めた。その経緯から、既存の、必ずと赤と平地する形で、官臨国士院が設置されたのである。ありがとうございます。